じゃこんにちは。はい、速報です、はい、速報です、はい、なんとついに出ましたけど、まあ、12月9日ね、はい、2022年現役ドラフト、はいね、これが決定しましたということで、はい、でまあ規定とすれば、うん、まあ、簡単に言えば12球団で1人ずつ絶対取らなきゃいけないということでね、はい、でその決め方というのは人気のある選手、うん、重複した選手を出したチームから、うん、一番くじが引けるという、うん、まあ、そういうような状態で、まあ、一人は絶対移動ということでね。ね、なんかちょっと今回が初めての、そう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 、現役ドラフトということで、うん、まあ、なんかこうね、規定やルールっていうのもちょっと細かかったり、まあ、ちょっとね、分かりにくかったりは、うん、分かりにくかったですけど、まあ、するけども、うん、ただまあこのドラフトというのは、うん、チャンスをね、うん、買い殺しにならないように、はい、まあ、出場機会が少しでも多いとチームに移籍をするという、そうですね、そのためのドラフトということで、もうこのね、行われるにあたってどういう選手がこういうところに出るんだろうっていう予想からいろんなことがありましたけど、まあ、これ12球団、この前監督に聞いても、いや僕らも全くわからないっていうような状況からね、うん、でまあ出すっていう瞬間に教えてもらえるという、うん、そういうことを言ってたんだけども、やっぱりまあ出る選手っていうのもやっぱりちょっと複雑な心境にもなるし ね、 そうですね、だからまあ伏せておいた方がいいし、このドラフトというのは決定してから出すということでね、うん、誰がどう動いてたのかっていうのは全く知らされてなくて、はい、ということで、はい、まあ、これセリーグパリーグ全く関係なく移動するということで、まあ、そうだね、はい、はい、まあ、今回はねこういうふうな書き方で、まずセリーグが獲得した、はい、選手ね、選手、はい、ということで、ヤクルト、はい、ね、成田翔、はい、ね、ピッチャー、はい、ロッテから取りました、はい、でこれはね秋田商業で、うん、石川が先輩に当たるんだと思うんだよね、はい、で170センチっていうふうに、はい、ちょっと小柄な左ピッチャーなのよ、はい、石川に弟子入りするとすごくいいのかなっていうふうに、うん、ちょっと思ったりとかもしたんだけどもね、はい、まあ、ロッテ入団時にはドラフト3位で、うん、まあ、入団してるという、はい、まあ、結構面白くなりそうな、まあ、石川にこう勉強をさせてもらってね、うん、成長できれば、はい、まあ、非常にいいなっていうね、うん、ことを思いますよ、はい、で DeNA、はい、笠原、はい、まあ、ある程度の実績があって、うん、左ピッチャー、はい、まあ、左ピッチャーといえば DeNA、うん、ね、まだ27歳ということで、はい、まあ、これから油が乗ってくるのかなっていうような、はい、まあ、そんな選手でもあるんだよね、まあ、見てみれば DeNA と中日が交換したような条件であるんだけども、まあ、これはでも蓋を開けてみないとわからなかったっていう、まあまあそうだね、ことでしょうけど、うん、まあ、だけど笠原を取れたというのは非常に、横浜にとっては、うん、いいのかなという、砂田っていう選手をね、はい、トレードで左ピッチャーを出してる、うん、また左ピッチャーを補充したというような、うん、まあ、DeNA がね、まあ、そういう強化を図ったという、はい、まあ、そういうことだよね、はい、で阪神タイガース、うん、大竹耕太郎、ね、投手ソフトバンクから、はい、まあ、出番がなかったね、まあ、ある程度その大竹が投げてる試合っていうのを何試合か見てるんだけども、うん、はい、ゲーム作るのはうまいね、すごくね、でそんなに球は速くないんだけども、はい、まあ、技巧派ということで、まあ、阪神にはいない感じのピッチャーかな、うか、ね、うんうん、とにかく阪神のピッチャーって力あるからグイグイ押していくんだけども、ね、ちょっとスパイスが効いたような、でちょっと違ったような形の、まあ、投手を取ったなというね、そうするとこれは大竹投手にとっても阪神にとってもチャンスある、チャンスあるって感じですかね、チャンスあるチャンスある、うん、だからすごくいい補強をしたのかなって、いいところに入ったのかなという、はい、ことは言えるよね、まあ、笠原もそうだよね、うん、まあ、成田はちょっと実績を積まなきゃいけないかもわかんないけども、はい、この2人というのは非常にいい、うん、補強になったよね、移籍にね、で巨人、はい、ちょっとこれね、オコエ、はい、私なんかびっくりというかおって思いましたけど、うん、まあ、はい、オコエはドラフト1位でね、そうですね、入団して右の、うん、外野手ということで、うん、楽天いらないのって言うけども、うん、やっぱり楽天の水が合わないのかもう分かんないよね、うん、まあ、情報によるとオコエはなんかこう休みのたびに東京に遊びに来てたという、まあ遊びっていうか、まあまあ、東京出身だからね、そうですね、元々帰省したりとか、なんかこう、まあ、全体的に馴染めないっていうような
そんな感じでは受けてたんだよね。でまあ巨人、まあオコエルイ、はい、まあ、バッティングはねさほど成長はしてないんだけども、はい、オコエの特徴というのはやっぱ走塁、うん、足、うん、で鈴木というスペシャリストがコーチでいるよ、はい、それに教わったらこの足というのは使えるよね。なるほど。でその足を利用したその外野の守備、うん、それを考えるとやっぱこうオコエにとって非常にチャンスがあるかなっていうようなね、うん、なるほど、まあそういうような感じも受けるよね。はい、うん、なんかこうねジャイアンツに行くっていう風な予想がまあなかったので、いやそうだね、どうなるんだろうっていう、ね、期待は高まりますが、まあ、そうだね、はい、でもまあ巨人はウォーカーだとか、うん、まあそういう選手を使う限り守備固めっているからね、うん、絶対にね、はい、だからまあそういう足を使えたりだとか、うん、まあそういうことのできる選手を取ったということはまあ大きな戦力かなっていうふうに思うね。うん、なるほど。はい、広島、はい、ね、トネ、トネ投手ね、巨人から取りました、ね、はい、ピッチャーね、うん、変則のピッチャー、はい、まあ、二刀流もやろうとしてたんだけども、うん、まあ、ピッチャー専念にして、はい、まあ、ただその広島は中継ぎ、そうですね、で特にやっぱこう左ピッチャーということで言えば、うんうん、貴重になってくるよね、うんうん、だからすごく出番はね増えると思うよ。なるほど、うん、巨人にいると1軍2軍を行ったり来たりはしてたんだけども、うんうんうん、だけど広島、はい、ちょっと手薄なんでね、うん、そういう意味からすると出番もすごく増えるかなっていうふうに思います。はい、ねね、まあ、こういったねリーグも変わらないっていうのは、まあ、そうだね、やりやすいのかな。まあ、トネは変わりたいなと思ってたかもわかんないけど巨人に投げるの嫌だなみたいな、なるほど、右にバッターが多いだけにさ嫌だなとか思ったかもわかんないけども、はい、でもチャンスは絶対もらえるから ね、よかったなっていう、はい、はい、中日、うん、細川、はい、外野手、うん、DeNA ね、はい、まあ、だからこうやって変えたような状態、ね、結果そうなりましたね。結果そうな、まあ、結果的にはそうなったけども、はい、まあでも中日ね、細川は、うん、いい選手取ったと思うよ。なるほど。やっぱりある程度長打の打てるバッター、うん、そういうことを狙ってたんだと思うけども、はい、やっぱ細川というのはオースティンと、うん、ディストリをやってね、体もなんかもう、うん、さらに大きくなったという、で今年チャンスがなかったんだよねやっぱりね、うん、まあ、ちょっと使ったけどもさ、こういう選手っていうのはさチャンスを与え続けないと、うん、こういう大型選手っていうのはなかなかこう瞬発的にはチャンスをつかめないというかね、うん、なるほど。アベレージヒッターっていうのは1本のヒットで、すごくいいんだけども、そうですよね、まあ、だけどその細川っていうのはバンテリンドームになるけども、うん、まあ、そこでも軽くホームランできるだけのパワーがあるんで、はい、まあ、これは期待したいと思うよね、うんうんうん、まあ、俺も先だってのその現役ドラフトの時に、まあ、誰を出せばいいかって、細川なんかもったいないなって、他の球団に行けば、うん、ね、このパワーを生かして活躍できる可能性があるのになって言ってたの。まあよく DeNA がね、うん、魅力のある選手だけども手放したなっていうようなね、はい、ことを思いました。でも、はい、細川にとってもやっぱチャンスがあるし、うん、頑張ってほしいなと思うよね。そうですね。だからバンテリンドームで20本打ったら大したもんだからね、うん、まあ、頑張ってくれるように、はい、ね、はい、続きましてパ・リーグが獲得した選手たちはこうなりました。はい、ね、またこちらも見たことある選手たくさん並んでますが、まあそうだね、はい、オリックス、はい、渡辺大輝、うん、まあ、外野手、はい、ね、ヤクルトから、はい、ね、取りましたけども、うん、まあチャンスがないよね、なかなか、なかなかないよ、うん、やっぱ塩見とか、はい、まあ、サンタナ、うん、青木、うん、山崎、いろんな選手が出てきてるし、はい、だからそういう意味ではまあ、チャンスをもらえたということはね、うん、まあ、非常に喜ばしいことかなっていうふうに思うし、オリックスではでどうでしょうね、まあ、ちょっと打てば、うん、うまく使ってくれる監督だから中島監督はね、はい、でまだ25歳というふうに、うん、まあ、もうここを踏ん張りどころだけども、はい、プロ野球選手とすればね、はい、まあ、まあ頑張ると思うよね、うん、はい、まあ、セ・リーグの優勝チームからパ・リーグの優勝チームでというまあそうだな、はい、まあまあ運を持ってるかもわからんな、ね、強いチームに行けるっていうのかな、はい、はい、でソフトバンク、うん、古川、はい、ね、投手、日本ハム、はい、まあ、古川は楽天入団して、うん、で巨人に移籍し、はい、でトライアウトを受けて日本ハムが
取ったというね、はい、でまたこの度現役ドラフトで、うん、ソフトバンクに入るという、うん、もういろんな経験してるピッチャーだよね。これはね、やっぱそういう風なことがついてくるんですね、うん、まあ、そうだね、うん、まあ、だから、まあ、ソフトバンクの方はすごくあの投手力はいいだけにね、はい、まあ、本当に頑張らないと、うん、まあ、ちょっとこれは出番がないぞとみたいな、はい、まあ、そんなことにもなるし、うん、もうここは最後の死に場所だと思ってね、うん、最後骨をうずめる気持ちで、うん、まあ、古川は頑張ってほしいなっていうふうに思って ね、はい、はい、西武ライオンズ、はい、まあ、陽川は内野手、はい、まあ、内外野できるんだよね、まあ、そうですね、で阪神からという、うん、ゆたたさんが、ね、ちょっとびっくりしたなびっくりしてましたね。あ、というのは、うん、今年の使われ方っていうのが、うん、陽川は、うん、右の代打の1番手とか、うん、結構いいところで使われたんだよね、うん、で左ピッチャーに特に強さを発揮してるというね、はい、いうところから考えると、これ出しちゃって大丈夫かなみたいな、うん、まあ、だけど、まあ、内外野できると言っても、うん、もうほとんどポジションは埋まってるからね阪神は、うん、はい、でも西武に行ったらちょっと打てれば出れるから、うん、なるほど、だからパンチ力もあるし、うん、だからいい選手西武は取ったなっていう風に感じるよ、うん、はい、ね、陽川も出番が増えるという、はい、ね、で楽天、うん、松髄広島から、はい、はい、まあ、大阪桐蔭亜細亜大学、うん、ね、まあ、外野手広島、うん、広島からね、はい、行きますけども、大阪桐蔭といえば浅村がいる、はい、ね、そうですね、可愛がってもらってバッティングを教わって、うん、ね、まあ、松髄もた、広島でも、うん、まあ、ちょこちょこ出た時はあったんだけども、ね、うん、なかなか結果は思わしくなかったんだよね、うん、はい、で最近ではやっぱこう秋山が入団したりだとかさ、メジャーから、うん、まあ、いろいろこう激しくなってきてるよね、うん、生存競争というのが、はい、まあ、そういう意味では右だから、うん、楽天は右不足だから、そうでしたね、打てば、うん、あの使ってもらえるから、はい、ね、頑張ってほしいと思いますよ、はい、ね、で千葉ロッテ、うん、大下、はい、ね、内野手オリックスから、オリックスから、はい、ね、これはね、俺中島監督が一番気に入ってた選手なのかなって、元気が元気印だし、うんうんうん、大声張り上げるし、うんうん、もうなんかこうガッツの塊みたいな選手なんだよね、はい、だから中島監督好きなのかなと思ったけども、うん、まあ、好きだからいや好きだからチャンスを与えたのかなっていうね、で、もともと三塁手で、うん、やっぱ胸があそこまで成長してしまうとやっぱもう出番がないよね、で二遊間できるタイプでもないしさ、まあ、まあ身長もそう大きくないし、まあ、サードファーストって言ってもねちょっと難しいし、はい、だからそういう意味では、まあ、他行ってね、うん、チャンスをもらえたという、はい、チャンスをあの出るチャンスをもらえたということでね、うん、前向きに捉えて、で、まあ、ロッテ、はい、おとなしい選手が多いから、うん、まあ、ガン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 引っ張ってくれるようなまあそんな感じがいいよ、はい、ムードメーカーになれるから大下は、はい、ね、頑張ってほしいと思います。日本ハム、はい、松岡、はい、ね、投手西武からね、まあちょっとね若いんだよ、22歳、うん、ドラフト3位で入ってるんだけども、はい、まあ、そんなに出番がなかったんだよね、うん、だからそういう意味ではこれからかなっていう、うん、まあ、将来を見据えて取ったのかなというようなね、はい、まあ、そんな選手ですけども、はい、まあ、頑張ってほしいと思いますよ、うん、でもまあで第2巡目は実施されませんでした。そうでしたね、うん、まあなかなか難しいよね。まあね、あるとしたら2巡目までという感じだったんですよね、うん、だけどまあとりあえずはこれで終了ということで、まあそうだね、ねえ、だからさっき調べ物をしてて、うん、ね、阪神ヨーカーとかね調べると、うん、もう西武になってんだよね。早いよ、情報はもう ね、 ねポン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 繰り返されるから、まあだけどまあ、パ・リーグの中で評価は、うん、まあ、これは力になるだろうなっていうね、うん、そういうことを感じた。そうですね、うん、それとやっぱまあ阪神からね、はい、行った評価は、はい、いや頑張ると思うよ、うん、うん、まあ、チャンスももらえるしね、まあ、それとセ・リーグの方、うん、セ・リーグの方はやっぱ笠原、そうですよね、うん、笠原はやっぱこう左王国に入っていく、うん、まあ、その中でも全然実力的には
あるピッチャーだから、はい、まあ、頑張ってほしいのと、うん、やっぱ大竹っていうのは使えると思う。で、オコエ、そうですよ、これはね、あの走塁、ダイソー、そんな、そういうところでも使える。なんか今までと違ったオコエ選手のね、活躍が見られるのかなっていうちょっと気がしてますよね。で、細川、はい、これもね、やっぱバンテリンでどんなホームランを見せてくれるのか楽しみだよね。はい、まあ、今回ね、うん、これ今までにない初めての現役ドラフト、ね、まあ、なんかトレードとかで、ね、チーム変わることって今まで選手はあったりとかすると思うんですけど、うん、実際こういう形でのこう離籍っていうのは選手としてはどういう思いなんでしょうね。まあ、一抹の寂しさはあるかもわかんないけども、はい、選手たちも望んでたかもわかんないよね、うんうんうん、いや、もっとあそこのチーム行ったら出れるのにとか、うん、細川なんか絶対そうだよね、うんうん、いや俺打席に立たしてよみたいな、なるほど、チャンスっていうね、寂しい思いはするかもわからないけども、うん、だけどチャンスはこう 見ると終わって見ると、うん、チャンスは必ず増えるね。だから、あの各球団本当に真摯に取り組んだ結果がこういう風になってるから、うんうん、でもパッと見た感じでもやっぱチャンスは必ず増える。なるほど、うん、あれこのチームでも活躍してたよねっていうような選手も中にはいるので、うん、まあそうだね。そうすると、え、僕出されるのみたいな気持ちになるのか、うん、いや前向きになってると思うよ、これは、うんうん、だから良かったと思って。結果、うん、なんかこうやる前っていうか行われる前っていろんな賛否あったと思うんですけど、うん、まあ豊さんとしては現役ドラフトは、うん、見てすっきりした。あ、なるほど。あ、これはね、あ、いいことだなっていうふうに思った、うん、なるほど、ね、ただシステム的にはまだね改良の余地はあるけども、ね、ルール的にはね、うんうん、まあ、だけど第1回目を終わってみて、あ、こういう選手たちを本当球団が選手たちのことを思って出してあげたとか、うんうん、移籍をもう容認したとか、そういう形の、はい、あのドラフトになったから非常に良かったと思います。安心しました。はい、はい、ということで2022年第1回目の現役ドラフトが決まりました。はい、はい、はい。